that my time with you for the week has come to an end. Thank you. Thank you everyone for tuning in. はい、皆様お待たせいたしました。リフレッシュの方が終わりましたので、次の、ゲームの方に移らせていただきます。声の方は大丈夫でしょうか。はい、それでは、開始させていただきます。と続きまして、マリオスーパーマリオコレクションプラススーパーマリオワールド、の、カテゴリーの方がオール5ゲームズダブルスラッシュエースということになります。解説の方今回いらっしゃいます。それではもう早速お呼びいたします。解説のアブシンさん、よろしくお願いいたします。はい、皆様おはようございます。スーパーマリオコレクションプラススーパーマリオワールドの解説をさせていただきます、アブシンと申します。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、じゃあまず簡単な挨拶。はい、すいません。はい、お願いします。普段はですね、ファミコンのプログラミングとか解析をしておりまして、スーパーマリオワールドの方にもちょっと知見があるだけなんですけども、枠が空いてたので申し込ませていただきました。当社ではないのでちょっと至らない点とかも多々あると思うんですけれども、20分弱お付き合いいただければと思います。はい、ありがとうございます。はい、それではもう、ちょっと短いものになると思うので、もうすでに、はい、今から解説していただいて結構ですので、ちょっとずつお話お願いいたします。はい、はい、じゃあまずゲームの説明なんですけれども、スーパーファミコンの言わずと知れましたスーパーマリオワールドと、スーパーマリオコレクションなんですけれども、海外限定でですね、こちらのコレクションに、マリオワールドが追加されたものというのが、1994年に発売されています。ファミコンから移植されたスーパーマリオブラザーズ1、そして2、海外だと出てないのでロストレベルズって呼ばれたりしているんですけれども、あとは、USA と、マリオブラザーズ3っていうこちらの4本に加えまして、スーパーファミコンのマリオワールド、計5本が一つにまとまった超お得なゲームとなっています。で、レギュレーションと奏者の方の説明を早速していきます。今回は、オール5ゲームズ with エースということで、こちらの5本のゲーム、すべてをゲームをクリアするというものになっております。ESD が18分で、with エースということで、不穏な雰囲気ですね。昨日もいろいろ猛威を振るった、ミニコード実行エースですね。アビリティコードエグゼキューションというふうに言われていまして、ゲームのバグをつきまして、ゲーム内に存在しないプログラムを作り出して、それを実行するといった行為になっています。今回はオフラインのゲーム機なので、せいぜいゲームとか本体が壊れるだけなんですけれども、パソコンとかでやってしまうとシステムを破壊したりですとか、情報を盗み出すっていうちょっとクラッキングの類になってしまうので、皆さんは気をつけましょう。この部分をですね、掘り下げていくと、プログラムってどうやって動いてるのかっていう、すごい重い話になってしまうので、朝方という時間もありますので、ゆるふわでやっていきたいと思います。大まかなチャートはですね、奏者のセス・ブリング氏が公開されておりますので、ぶっちゃけたところ65816のアセンブリーが読める方はこちらを読んだ方が早いと思います。モデレーターの方ちょっとすいません、買っていただけますか。はい、ありがとうございます。はい、こちらが基本的にベースになってるんですけれども、一部最適化ですとか安定化のためのマイナーチェンジとかがいろいろありまして、こちらのドキュメント通りにならないっていう可能性あるのであらかじめご了承ください。奏者のセス・ブリング氏なんですけれども、以前からスーパーマリオワールドの任意コード実行を利用しまして、クレジットワープを人力で最初に成功させたりですとか、フラッピーバードを作成したっていうニュースが出たりとか、そういった話題になっている方ですね。対する ISO フリーズ氏なんですけども、様々な活動名義がありまして、分かる方に向けて言うとドッツ・アクール氏とか、レトロゲームメカニクス・エクスプレインドの人というと分かるかもしれないです。こちらのチャンネル、YouTube のチャンネルなんですけど、昨日の神々のトライフォースの、トライフォースパーセントっていうのがあったんですけれども、こちらの、技術的な解説動画を上げていらっしゃいます。早速見たんですけども、かなり興味深い内容があったので、ぜひ
見ていただけるといいかなと思います。両名ともその道のすごい方ですね。一応こちらのゲームのカテゴリーの記録ワールドレコードなんですけれども、今回セスブリング氏の8分58秒という時間になっています。で、まあ、今回イベントということでちょっと安定化を取ったりとかそういったところがあるのでもうちょっとかかるかなっていうところで18分になっているのかなというふうに思います。まあ、内容上どうしてもね失敗したりっていうところがあるので、まあ、2人でレースというよりはどちらか片方ができたらちょうどいいかなっていうような形かなと思っています。なので、時間の都合上ですねかなり慌ただしい解説になってしまうことが想定されます。リハーサルも何回かちょっとやったんですけど1人分の説明で精一杯だったので今回はセスブリング氏の走りを中心に見ていく予定となっております。まず一通りはいはい、ありがとうございます。まあすごい皆さんちょっとハテナになってたと思うんですけど私もハテナになってますまあなんかやってる悪いことをやってるなっていうのが分かればひとまずはいいかなというふうに思います。その5本のゲームをそもそも18分でクリアっていうもう最初の言葉からちょっとよくそうですね見てみるとなんだこれっていうふうにと驚かれるかなというふうに思います。楽しみですね。はい、今回ですとこれ、まあ、ちょっと改造というか、まあ、バグをついてやっていく形なんですね。はい、そうですね。でまあ、これやっぱりゲーム機が壊れる等々ってあるんですけど、もう結構壊れるんですかね、これ。よく分かってないんですけど。まあ本当に起動しなくなるっていうレベルはないんですけど、まあ画面が真っ暗になってクラッシュしたりとか、変な画面がすごい砂嵐になって乱れるとか、そういったことは結構ありますね。なるほど。そろそろ始まる感じですかね。あ、はい。まだかな、もうちょっとですかね。ちょっとかな。はい、そうですね。一応今回台本というものを用意しております。まあ、もしちょっとあれですかね。ツイッターの方にも貼られていらっしゃいますかね。こちら。そうですね。一応こちらチャットの方にも貼らせていただければ。あ、はい、大丈夫です。はい。一応こちらの方読む形になっているんですけど、まあ入りきらない部分とかのメモとかもいろいろ書いてあるので、もしご興味ある方はこちらも合わせて見ていただければと思います。実は私もこれ裏で今読んでるんですが、はい、見知らない言葉がいっぱいあるなと思いながら、結構調べてますやってればわかるんですけど、そのまあ機械結局アセンブリってなんだっていうところが結構まずハードルが高いかなっていう。そうね、確かに機械語って何っていう、16進数って何っていうところね。まあ、気になる方はここのちょうどこういろいろ用語がありますので、これ用語調べて意外と面白いこと書いてあったりするので、気になる方は見ていただけるといいのかなと思います。はい、ちょっとこちらの中にも書いてある時間がまだちょっとある感じなので、2コード実行っていうところについてちょっと説明。はい、一旦あれかな、マリオゲームの方かな。今回スーパーマリオオールスターズプラス SMW っていう風に海外だとよく言ったりするんですけれども、この5本のゲームが1つのカートリッジにまとまってるんですね。なのでプレイそのあるゲームをプレイしてる最中でも他の4本のゲームのプログラムやセーブデータっていうのがまだカセットの中に生きてるんですね。なので、普段はそれぞれ干渉しないように作られている、まあなので、まあ、本当にこのゲームだけに集中するっていうような感じになってるんですけど、今回その普通ではないことっていうのができてしまうので、その他のゲームにちょっかいを出すことができます。なので、例えばそのスーパーマリオワールドから、スーパーマリオブラザーズ3のセーブデータを書き換えてしまったりですとか、そのスーパーマリオブラザーズ3から他のゲームを起動したり、まあ、そんなことが今回起こるかもしれないですね。なるほど。なるほど。
at a point in this run. They are going to be manipulating、values in the game that are bite. セーブデータを書き換えるという言葉だけでもちょっと嫌な予感しかしません、ね。そうですね。あの手この手でやっぱり皆さんセーブデータいじくり回したいので、はいはいはい、今回はさてじゃあどんなことをしてやろうかと。そうですね、もう、もう見どころ満載な18分になりそうな感じですね。はい。まあ、ぶっちゃけたところ言ってしまえば、マリオワールドが半分ぐらいなので。なるほど。そこを主軸にしたこう、はい、発展というか、そういう動きがするんですかね。はい。そうですね。入力機器、まだちょっとカメラとか出てないんですけれども、今回、スーパーファミコンで、マルチタップっていうものを使って、コントローラーのポートを、ていうか、コントローラーつなげられる数を増やしています。あ、来ましたかね。あ、残念ながらちょっと、画面、コントローラーのところ見えてないんですけど、ポート1つから4本タコ足配線できるっていう周辺機器がありまして、これを 1P、2P 両方のポートに挿して、合計コントローラー4本挿します。これは、スーパーファミコンの自動読み取りポートが4つあるからですね。で、2コード実行時にはですね、こちらのコントローラーの入力状態っていうのをプログラムとして実行します。なので、あらかじめ必要なボタンをクリップで固定した状態っていうのを作り出しているかなというふうに思います。Yeah. Yeah.普通の使い方だと5人対戦とかができるゲームがボンバーマンとかそうですねあるんですけど、今喋られてる右側の方がセスブリング氏で、左がアイソフリーズ氏ですかね。画面一つなのでこれはちょっとどういう感じなんでしょうか。レースじゃないのかな。そうですね。対決というわけでもなさそうですもんね。そうですね。確かに後ろの方もコントローラー持ってますね。ちょっと怪しいですね。じゃあ今回クリップ使わないのかもしれないですね。お、楽しみです。はい、で今こちら、コレクションの画面で、セーブデータが全部空っぽであることを確認されてますね。はい、こちらマリオワールド5本目です。でパッケージとかも海外版にちゃんと準拠して変更されていたりですとか、ファミコンだとディスクシステムで出ていたスーパーマリオブラザーズ2、これもう始まっちゃいますね。ワンプレイヤーゲームを選択したらタイマースタートです。マリオ2は海外だと出てないんで、アンリリーストって書いてあります。で、まず3を始めたら、セーブ&クイットでセーブデータを作成します。これ、ファイル C っていうのが必ず条件です。で、リセットしましたら、マリオワールドを開始します。この後普通にやっていく、ちょっとしばらく普通にやっていきます。グッドラックです。グッドラックです。ここはなんか平和そうな感じですね。まだ普通ですね。いや普通のマリオ見に来たはずなんですけどね。はい、では最初にヨスタートコース2に入ります。こちらでは、ヨッシーの回収ですね。こちらは次ステージのスロット調整というのに必要のために回収します。はい、であとは中間ゲートを通過してスーパーマリオ状態に、作成します。それ以外特にやることはないです。まあ、ただ本当にやることがないのでこうやってコーラでちょっと遊んでますね。これはヨッシーを2個出ししてたんですかね。ヨッシーを同時に出すと片方しか見えないんですけど、実体としては2人いるみたいな状態ですね。1体がデスポーンすると見えるようになります。で、ヨスタートコース3です。ここも普通にクリアをしています。一度クリアしたステージっていうのは、ポーズかけた後にセレクトボタンを押すと、ステージが脱出できるようになるので、ループ周回がしやすくなるんですね。優しいですね。
はい。なので、稼ぎとか結構、必要なパワーアップアイテムを拾って戻るとか。ここで、ファイヤーを必ず回収します。マリオワールドはですね、パワーアップ状態が、チビの状態が0、スーパーで1、マントで2、ファイヤーで3っていうふうに、順番に、番号が振られています。これ、後で必要になります。こちらステージクリアしたんですけども、次のステージには進まなくて、もう一回このステージに入り直します。なるほど。要素コース3に入り直しまして、任行動の実行の準備をしていきます。まずヨッシー任務を取得させます。ブロック増殖でヨッシーを2体を出現させまして、甲羅に口に含ませた状態でヨッシーを谷底に落とすと、無を口に含んだ状態で、2体目のヨッシーが実体化します。これスロット4です。で、回転リフトの上で、特定の X 座標で無を吐き出すと、座標依存でいろんな効果が得られます。これで、マリオのパワーアップステートのインクリメント、4が、3が4になりました。1個足しられましたね。ピクセルパーフェクトです、基本的に。これはもう1回実行して、マリオのパワーアップ状態を5にします。この回転リフトの、無を吐き出すやつなんですけど、基本的に大体の場所で吐き出すと、フリーズ起こします。あ、うまくいきました。いいですね。で、次にヨスタとコース2に戻りまして、敵キャラによるメモリの調整をしていきます。まずは 03D8 と、02F0 の OM の手続き用のメモリですね。画面に表示されるスプライトタイルの手続き領域です。画面左側に甲羅を飛ばすエフェクトを出しまして、これも座標一致です。で、ヨッシーに乗ったら甲羅を特定描画の X 座標になるようにして、ステージ脱出、入り直します。で、入り直したらもう一回やります。木の実の食べキャンを押して、スプライトスロットを埋めます。この、スロット、キノコ落とすのも重要です。ヨッシー特定の座標を置いて、あ、今回シェルコードやるのかな？ヨッシーの出現したからの座標が、速度が特定の値になるようになると、2コードが実行されて、今、マリオのパワーアップステートが、ヘックスの15になりました。で、あとはもう一回、こちら、甲羅の、ですね、甲羅吐き出すことで、敵キャラの X 座標のリストを、00E4 ですね、こちらのリスト領域にプログラムを作成していきます。新しく出現した敵キャラっていうのは、そのメモリを上書きされるまで前の座標の値が残っているので、上書きされないようにうまくスプライトスロットの奥から調節をしていきます。ですね、なんかもう今本来ではありえないマリオのパワーアップステート状態なので、この色とかモーションとかがすごいおかしな状態になっています。これ最後のやつかな。もう私はついていけてないですね。はい。これで、コントローラーとかいろいろ準備やったら、始まりましたね。これで、キノコのスロットックを取った瞬間に、2コードがもう一回実行されています。これで、ストックをキノコした瞬間に、マリオ3の先ほど作成したやつに、セーブデータを上書きするコードが実行されています。これで、ニコンの方から入力、細工したセーブデータっていうのを送り込んでいます。こちらの2コードに実行するキノコっていうのは、スロット番号9である必要があるので、木の実の食べキャンですとか、ストック振らせて、今、スロット調整をしていました。で、パワーアップステート、今、ヘクサの15なんですけど、これが再度ストックがキノコが入るって、すごい都合のいい状態になっていまして、こうやって連続で、エースをして、ちょっとずつデータを送れるようになっています。コントローラーとしては、ポートとして LDY のイミディエイト命令ですね。こちらで2の値を登録して、敵キャラの X 座標に対した SRAM 書き込みルーチンを呼び出すプログラムになっています。これで終わったかな？もうちょっとか。コントローラーでなんですけど、まあ、上下とか左右が同時押しができないっていうのと、見割り当てのビットがあるので、これで記載できるコードって大きな制限があって、これでマリオワールドクリアです。0100っていうゲームモードを20書き込むっていうクレジットワープを行いました。これでクリアです。なるほど。はい、リセットしまして、他のゲームの攻略に移ります。マリオブラザーズ2か1ですね。ちょっとこれはまずい。本当はこれで、セーブデータが残ってるんですけど、ニューになっちゃって消えてますね。チェックサムとかが間違えちゃったかな。
really dumb. Just bear with me for a second here, though. こうなった場合はどうなるんですかね。まあやっぱりアナログ夫婦が一番ですよ。やはり伝統ですか。大丈夫かなこれ。さあこれで。Oh my god。よかった。セーフです。よかったー。はい、ヒヤッとしましたね。ヒヤッとしました。こうするとですね、あれ、リセットなんでかけたんだろう。触っちゃったかな。The glitched item number 55 that we injected into the item bar. で、多分問題ないはずですね。これで、アイテムのストックのところにバグアイテムが入っています。はい、いいですね。で、これで、選択すると、なんと、マリオブラザーズ2の D の4からのゲームが起動します。なんか光ってますね。はい。まあ、わかる、ちょっとお察しかもしれないんですけど、無敵になったりとか、こうやって空中浮遊したり、株を無視したりっていう、すごいずるいモードになっています。なので、残りの4つのゲームっていうのは、こんな感じでバグアイテムで各ゲームを起動して、ずるいクリアをしていくっていうようなやり方になります。コールドブートとかは必要ないんですけどね。たまたまなんかちょっと接触が合わなかったかな。あ、やるかな。あ、やりましたね、これ。はい、画面がぶっ壊れています。何を助け出したんでしょうね、これは。なんか炎。はい、こちらバグに抱擁されるマリオです。はい、これでマリオ2がクリアです。はい、次はマリオ1ですね。同じようにマリオ3の方から起動を行っていきます。これはコントローラーの入力状態に合わせて起動するゲームが変わるようになっていまして、まあ同じように8の4から開始していきます。まず最初に下の方で加速を得まして上の方に行きます。このステージ本来は正しい土管ですとかルートを取らないと戻されてしまうループ面なんですけど、このステータスバーのところを走っているとなんかループが効かないらしいです。なので、まああとはずっとまっすぐ進めばクッパのまで行けるはず。またこれちょっと画面寄せてますね。やりますね。はい、マリオが変わりましたね。はい、これは無敵の色のパレットがあるところで止まったって感じですね。なんか見覚えありますね。はい、もう一度。はい。これでマリオ1もクリアです。はい、次に、マリオ USA ですね。マリオ USA というのは、最終ステージが7の2なんですけれども、こちらのバグアイテムを使うと7の6から始まります。なのでちょっとそのままでは行くことができないので、7の2に一旦内部的になっているマップで死ぬことによって7の2から再開させます。はい、やることは一緒です。で、A ボタンで壁を無視して、X ボタンで無敵になるっていうようなサウサー割り当てになってるんですけど、A ボタン、ジャンプボタンが使えないので、こちらの空中浮遊のやつを使って、うまくこのキノコブロックの上に乗って当てるっていう操作が必要になります。これ結構難しいです。うまいですね、本当。はい、マム戦ですね。こちらはもう一発当てれば OK で、曲のロードの都合でこれは、無敵になっておく必要があります。これやるかな。あ、やりそうかな。USA って各キャラクター4人いるんですけど、それのクリアしたステージ数っていうのが最後に出るんですね。はい、5、99、99、99ということで、マリオが一番サボっていました。
はい、クリアです。マリオが動いてたはずなんですけど、うん、いやーでもこれが真実です。はい、最後にマリオ3ですね。こちらマリオ3はそのままなので、B ボタンでアイテムを選択すると、マリオ3が続行されます。で、1の位置に入るとエンディングが始まります。終わりです。タイマーストップ GG GG です。あれ、あっという間でしたね。はい、無事5本のゲームをクリアしました。まあいろいろあったんですけど、あの総括っていうか、まあ、簡単にまとめると、あのマリオワールドで2コード実行しまして、マリオ3でバグアイテムを送り込んで、ずるいクリアをしたっていうことですね。あの一見そのマリオワールド内でフリーズしてしまうようなバグっていうのがいくつかすごいあるんですけど、そのいびつなピースたちをきれいにこうまとめて2コード実行につなげた機構っていうのはすごい圧巻の一言で、あのコードをあの台本の方に貼ってあったんですけど、すごいきれいにまとまってて感動しました。So yeah, we did swap the cartridges to a cart that had the save file pre-injected to, you know, try and just keep the run alive. But I got to give a huge shout out to Mr. Cheese who wrote that arbitrary code execution payload that we used in SMB3 to, you know, load those other games, turn on debug mode, the credits warp and everything. そのまま最後に。If you remember, like, when we were injecting the save file, Mr. Cheese was holding different types of buttons.まあ、ちょっと宣伝だけ、ファミコンの、あの、プログラム書いてるんですけど、メモリーエディターとか、クワインとかよくわからないの作ってます。で、最近ちょっとスーファミの勉強し直したりしているところなので、まあ、近いうちにちょっといろいろお披露目できたらいいなと思っております。ご興味ある方はちょっと、あの、GitHub とかの、あの、検索していただけると見つかるかなと思います。最後に、今回解説にあたりまして、セスブリング氏の公開チャートが非常に参考になりました。ありがとうございます。で、あとは、そうですね、エース発見のルートですとか、ルート構築にあたった多くの方々の尽力に感謝というか敬意を表したいと思います。で、あとはですね、最後、調査に協力してくれた友人にも感謝しております。アカリナイトさん。ね。はい。ということで、SGDQ2022 もあと少し、フィナーレまで盛り上がっていければと。なんかもうちょっとやるのかな、これ。もうちょっと何かご紹介があるですかね。セーブ、ちょっと試した限りでは、他の組み合わせとかだと、バグった面にしかいかなかったり、うまくいかないんですけどね。ここから先はチャートにもないそうですねことをやりそうな雰囲気でございます。ちょっとこれできることは本当にクリアするためのコードしか書き込んでいないはずなので、追加の説明でもされてるんですかね。何かをやりそうですね。いや、まあ普通にまたエンディングですね、これ。あれ、ご紹介をしてるだけっぽそうですね。そうですね。There's really nothing else like it that I know of in the world of speedrunning. So, even though we didn't quite do it fully legit. Thank you, but our princess is in another castle. っていうのは、まあマリオ1からの続く伝統ですね。まあ、今回はちゃんとした姫なので、ジャストキリング、冗談でした。ははは、ということで、バイバイ。頃でした。はい、ありがとうございました。はい、はい、それでは、次の、はい。それでは、あの、拙い解説ではありましたが、ご清聴いただき、ありがとうございました。はい。それでは、このまま次の準備をいたしますので、皆様少々お待ちください。I'm seeing GDQ mind blown in the chat. Hey everybody, let's do a little self-care. Let's get ourselves grounded back into reality, shall we? Let's all go. There's a website I want you all to go to. The website's address is gamesdonequick.com/donate.Or the interact with the click to donate button at the bottom of the channel page. Anyways, go to that donation landing page. Put in your name. Put in the donation amount that you want to, you know, kind of absolve yourself from. I mean, if you're super confused,
kind of maybe put in $5. If you're really confused, put in $1,000. It's all going to a good cause. It's no problem. Go ahead and put in the comments, Mario 64 ampersand 2 million hype. The ampersand is absolutely critical. That is shift and the number 7 on a US keyboard. Pretty common. But yeah, you need to have the ampersand in that donation comment. That is critical to the self-care that we're doing. Once that's done, scroll down to the bottom of the page, click on add to incentives. Put all that money towards meeting that Super Mario 64 120 star bonus game, where we are already halfway there, everybody. Once you're done with that, submit, use your local payment processor, and send it in. Your self-care is done. And remember, that ampersand is the most important item in there. Use the ampersand. Gotta use the ampersand. We have someone whose mind is so absolutely blown by what they just saw. They didn't even put their name, it's anonymous. It's a $500 donation with no comments, completely stymied. But like I said, we gotta get that Mario 64 ampersand $2 million hype train rolling. We are almost $50,000 away from $2 million. Are we gonna get that in by the end of Dread? Yeah! No, wait, no, that's not a question. We are gonna get that in by the end of Dread. Let's go, everybody. All right, we're gonna take ourselves a brief break here. And we are gonna be coming back with one of the hotly most celebrated games of 2021, making its debut on the GDQ stage right after this. So do not run, do not hide. You pretty much can't. Summer Games Done Quick 2022 will be right back. We're controlling the transitions at this point, which means that's good. Right. Yeah. Yeah, no, I thought I heard myself on that. This is not camp, this is prison. We not go back, because if we go back, it's a big problem. Stop bombing hospital. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Welcome back, everyone, to Summer Games Done Quick 2022. Raising money, raising almost $2 million for that incredible cause in MedSense Sans Frontières. There is
Let me tell you, for no one, for everybody that's not in the streamer right now, I'm looking out and I'm seeing a growing anticipation for this run that is coming up. A quiet intensity is brewing. Let's see if we can't stoke this a little bit. Everyone, the category coming up is any percent normal, no major glitches. The runner, Kekumon Shoyu. The game, Metroid Dread. And it is coming up after we hear about some prizes. So much for that, Iggy. As always, I am Sent, and I'm joined by the wonderful Frozen Flygon. I always appreciate you hyping up the crowd for us. And crowd, I have a favor to ask you all. Right now, we are about 43, 42, maybe even 41 by the time I'm done with this sentence, $1,000 away from 2 million. I want you all to just scream out the number every time we hit 1,000 during this prize segment. Get people excited for it. Don't worry, it won't bother me. Nothing bothers me. As you can tell, I don't even know where the cameras are. I just kind of live here.